どうもご視聴ありがとうございます。8ビートチャンネルのビアンです。このチャンネルでは選手や車に関する情報の動画を投稿しています。よろしければ皆さん最後までお付き合いください。今回の動画ですけれども、神風コレクションさんのクイックディテイラー 2.0 バージョンアップ品ですね。どのように進化したのかということをレビューしていきたいと思うんですけれども、まずは通常の洗車、今回は 3PH 洗車後の N ボックスに施工、それからですねバケツ洗車、リンスレスウォッシュでの使用、それからテストパネルを使用してでの、ツヤ感や撥水の違いなど、こちらを見ていただきたいと、3部構成でお送りしようと思います。というわけで N ボックスの洗車終わりましたので施工の方入りたいと思います。はい、でですね、使い方なんですけども、洗車後のボディですね、ボディが濡れた状態でも乾いた状態でも施工することができます。で、私はあらかたボディの水滴をオーバンタオルで拭き取った後に、細かいところの水滴をブロワーで飛ばして出てきた水滴と一緒に施工していくと、このようにですねスプレーしていって、でスプレーが特徴的だと思います。1回のスプレーでかなり長い時間溶剤が噴霧されるんですよね。で、塗布した溶剤ですね、噴霧した溶剤を乾いたタオル、あるいは濡らして固く絞ったタオルで、塗り伸ばして、それを空拭きで仕上げるといった使い方になります。施工性については若干成分が濃い感じがあるので、少し乾式施工だとムラになりやすいかもしれません。濡らして固く絞ったタオルでの施工を僕はお勧めしたいなというふうに思います。で、特徴としては酸性ケミカルベースですね、水垢汚れに強い、その、酸性ケミカルベースの中に、クイックディテイラーの成分が配合されているというイメージの、溶剤になります。当然ボディ以外にもホイール、それからガラス面への施工も、可能となっております。はい、ということで、この N ボックスなんですけれども、簡易コーティングが施工してあって、それを 3PH 洗車して少し、コーティングが弱まった、撥水が弱まったなというところがあったので、そちら、ね、をですねクイックディテイラーで仕上げしていったという内容でした。はい、ここまでは前回の、クイックディテイラー、バージョンアップ前のクイックディテイラーと施工方法は変わらない、といったような内容だったんですけれども、ツヤ感としてはですね、前回よりも光沢より濡れ感の方が増しているという感じです。次に、バージョンアップ後の、変更点として、リンスレスウォッシュを想定とした、施工ですね。こちらを見ていただきたいですね。ステップワゴンの方で見ていただこうと思うんですけれども。2週間以上洗車していない状態で、割と汚れの方は乗っているという状況ですね。で、公式の方では、こういった感じのボディにですね、直接スプレーの方されてたんですけども、私は一度、濡らしてですね、少し緩く絞ったタオル、ビチャビチャタオルってやつですね。こちらをね、一度、ボディに滑らして、大まかな汚れを取ってから、このクイックディテイラーを仕上げをすると。いう方が効率はいいんじゃないかなという思いますし、傷の軽減につながると思いますね。で、一旦ビチャビチャタオルで、大まかな汚れを落とした後にスプレーしておいて、固く絞ったタオルで塗り伸ばす。で、その後に乾いたタオルで仕上げ拭きするという感じなんですけれども、水染みへの、反応っていうのが目で見て取れるんですよ、実は。視認できる。で、酸性ケミカルのように、一度反応を待ってから、拭き取りを行った方がですね、仕上がりとしては綺麗に仕上がるんじゃないかなと思いますね。濡らして固く絞ったタオルで塗り伸ばしておいて、少し反応を待って、で、タオルをひっくり返して、塗布されてない面ですね、溶剤が。そちらの方で一旦水拭きをもう一回入れていただいてから、空拭きで仕上げる。という方がですね、仕上がりの方がいいんじゃないかなと思います。こちら、未施工面で、まだ水染みとか残ってますよね。汚れ乗ってて、これが施工面になります。かなりね、綺麗になりますね。はい。で、これどうかなと思って、虫汚れへのアプローチなんですけれども、で、虫汚れの取り方のコツなんですけど、キッチンペーパーですね。このキッチンペーパーに、精製水。精製水とかリンスレスウォッシュ洗剤、こちらをスプレーして、2、3分ふやかします、うん、
ふやかしといてから、取ると傷がなくね、綺麗に、水を使わなくても取ることができる。水を使わない、先生水縁つけてからるから使ってますよね。大量の水を使ってたりですね、バグリムーバー的な専用のものを使わなくても、取ることができるんですよね。で、ただ、残るんですよね。そういった時に、その汚れに対してどうアプローチできるかなと思ってやってみましたけれども、いかがでしょうか。はい。で、キッチンペーパーの方にクイックディテイラー 2.0 をスプレーしといて、で、それで放置っていうかね、ふやかすもやった方がいいかなと思ったんですけど、それだと若干やっぱりコスパ的に悪いかなというふうな気がしましたので、虫の汚れの取り方のコツっていうのを少し見ていただきながらやってみましたけれども、はい。かなり綺麗になりましたね。で、水しみ汚れについて、ここ分かりやすいと思うんですね。この、タイヤハウスとフェンダーの、このちょうど、ところにポツポツとした水垢が見て取れたと思うんですけど、そこにスプレーしていってみます。で、濡らした固く絞った、クロスの方で拭いていくと、で、そうするとどん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 、水じみが少なくなっていくのが見えるんじゃないかなというふうに思います。ね、なかなか取れないなっていう場合は、まあ数回やってもらったらいいと思うんですけど、あまりにも固着してしまったもの、ウォータースポット化してしまったものにはね、あんまり効果はないというか、そこまで行ってしまうとダメなんですけど、1、2週間ぐらいの汚れであれば、水染みであれば、まあ、時期的な汚れ方にもよるかなとは思うんですけれども、そういった汚れぐらいであれば、取れるんじゃないかなというふうに思います。ということで、まず施工が終わって、これ翌日の朝のツヤ感ですね。で、下地にワックス、それから、オーバーコートシーラント、などが入ってるんですけれども、コーティングが施工してある状態でこの感じになるんですよね。で、かなり光沢もあるし、濡れ感もあるという感じです。で、その翌日に雨が降ったんで、雨の撥水の方ご覧いただいてるんですけどね、かなり強いです。で、今度は単体でのね、テストパネルを使ったツヤ感、それから撥水の感じ見ていただきたいと思いますので、このテストパネルの左側ですね、向かって左側の方にマスキングで区切って施工の方をしてみたいと思います。今度は鑑識施工ですね。鑑識施工される場合はね、結構、仕上げ拭きを割としっかりとしてやらないといけないかなというふうに思いますね。まあ、施工方法は、最初の N ボックスでやった方法と同じですね。塗り伸ばしておいて拭き取る。以上です。まあ、簡単ですね。まあ、クイックディテイラーだって簡単が無理なんでね。はい。というわけで、マスキング、剥がしてみたいと思いますけれども、少しちょっとマスキングの跡が残ってるんですが、しっかりとツヤは出てるのは、見て取れましたね。少し、光源を変えてみてみます。で、左側ですね、マスキングの跡が見えると思うんですけども、左側がクイックディテイラー 2.0 を施工して、右側が、未施工ですね。バッチリトーンダウンしてなんか黒々とするみたいな感じはないんですけれども、光沢と濡れ感を与えてくれると。傷の隠蔽効果についてはあまりないなという印象を受けました。で、テストパネルの下側はちょっと塗装が、のムラになってますのでね、そこはご容赦ください。はい、で、洗っていこうと思います。まずは、撥水の方ですね、これ見ていただいてから。はい。単体での撥水だと、ものすごく強いっていうわけではないですけど、やはりこのクイックディテイラーっていうのは、下にコーティングやワックスなどが施工してあってっていうのを前提とした、使用を想定しているという部分でいくと、単体での、撥水は十分強いんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まずは中性の、カーシャンプーですね。10倍希釈したものを、使って、洗っていってみます。耐久性についての言及っていうのは、ほとんど、記載の方がなかったんですけれども、まあクイックディテイラーなんで、まあ1ヶ月ぐらい持てばいいかなぐらいの、イメージで言ってますけれども、僕はそう思ってます。はい、1回洗ってまずどうなるかですよね。落ちました今回ちょっと NG 多いですね。
で、この水の引き方ね、右側の未施工面とどう違うかちょっと見ていただきたいと思うんですけれど、はい、明らかに左側の方が早いですよね。まあ一回カーシャンプーで洗うぐらいでは落ちない、うん、と思いますね。まあ、それから若干酸性ケミカルへの耐性っていうのもあるので、アルカリ性、それから酸性でのプレウォッシュなどには、などでは落ちるような想定ですね。まああまり強いものを使うと落ちちゃうかもしれませんけれど。で、脱脂能力の高いですね、食器用洗剤、ジョイですね。これで一回洗ってみます。まあ、これだとね、バチッともう取れちゃうだろうなというふうに思ってたんですよ、実は。で、これですすいでどうなるかっていう感じですけれども。まあね、ジョイはね、もう、弱い簡易コーティングはもうバチッと落としちゃいますからね。すごい強いですよ、こいつは。ああ、まあ、そうだろうなーって感じで見てたんですけれど、ただ水の引き方は若干やっぱ、左側の方が、セコメの方が早かったんですね。次、アルカリ洗剤ですね。田舎のアルカリを2倍希釈したものですね。さすがにこれだと落ちるだろうなという感じですけれど。いかがでしょうか。はい、水の引き方が左右変わらなくなりましたね。これで撥水の方はもう取れてしまったというふうなイメージです。被膜は残っているかもしれませんけれども、もうほぼ取れたと判断してもいいと思いますね。効果としては、意味なくなったというふうに思いますので、まあ、しっかりと落としたいという場合は油分除去剤等を使うのがいいかなというふうに思いますので、まあ、シャンプー前者1回、2回ぐらいは耐えれるという感じになると思うので、まあ、1ヶ月ぐらいは耐久してくれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな感じで、今回ね、神風コレクションさんのクイックディテイラー 2.0、送りさせていただきました。はい。はい。で、今回は通常の洗車後、それから、バケツ洗車での使用、テストパネルというふうに見ていただきましたけれども、ちょっと関連の方で、動画の方をね、作っておりますので、そちらも、リンク貼っておきますんで、見ていただいたら、いいかなというふうに思います。で、これが、翌朝のツヤ感と、撥水感ですね。はい、バージョンアップでですね、水しみの除去能力っていうのが非常に上がったということで、それからツヤ感の方は、光沢よりも、若干濡れ感よりという内容でした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ご意見、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。